カーともにクラブの大きな目標に向けて J2 残留、そして昇格プレーオフへなんとか望みを告げたい、勝ち点3を取りたかった両チームです。19分この上村のミドルシュート、そしてこれを止めた金山のファインセーブ、ボールを奪ってからゴールに向かう、いい攻撃だったんですけどね、はい、そして今度は30分仲間佐藤明弘が今度は見せます。はい、武田選手の縦パス、そこからの、仲間選手の背後取りですね、はい、常に脅威を示していましたね。0対0で折り返しました。後半に入りました。後半の27分です。ここは田中、はいはい、まあ、相手も縦への警戒をしている中でも、特徴である縦への突破、はい、そして的確のクロスのチャンスを作りましたけども、しっかりと、最後に戻ってきたのは増田選手でしたね、そして43分終了間際この斉藤のシュート、枠にはいきませんでしたが、強さとそして冷静さ、はいはい、持ち合わせたシーンでしたけども、最後少しばかし精度が欠けましたよね、うん、そしてアディショナルタイム、このヘディングシュート佐藤明弘よく触りました。はい、ビッグセーブですね、この高さからの足元って非常に難しいと言いますからね。はい、でここもコーナー続いて、この瞬間にゲームが終わりました。共に勝ち点1にとどまりました。